今回は日本全国各地に分布している太陽光発電、メガソーラー、こちらの方がね、どのくらい日本列島を駆逐しているのかってことを図で簡単に見れるサイトがありましたので、こちらの方からね、動画の方をお送りしたいと思います。えー、まずね、エレクトリカルジャパンっていうところがね、えー、こういったサイトを作ってます。これはね、すぐにね、 一万件以上の発電所の分布マップや電力自給実績グラフなどが見れるよってことです。単純に言うと、メガソーラー発電して土地がダメになったところが見れますよ、可視化されてますよってことです。これ、見たらわかりますよね。 ほとんどの土地で、まあ、色分けはしてありますけども、色がついているところは何らかの太陽光発電があるってところです。で、色によって太陽光発電の規模が違うよってことなんですけども、ま、あどちらにしましても、これだけの日本の山林や平野や、それから、あ、田んぼがね、えー、こんな目に合ってるよってことです。これ、どこが環境にいいんですかね。<laughs> しかも、メガソーラーって大して電気作らないんですよ。ね。猫も尺子もですけども。 まあこういったサイトね。このエレクトリカルジャパンのサイトを使うと出てきますよってことです。ボーンとね。あっという間に出てきます。で、拡大すると、こういう風になってます。黒いところがメガソーラーが立っていないところですけども、どうですかね。もうほとんどの都道府県、地方都市でメガソーラーってのが当たり前にあるわけですよね。それこそ田んぼを触すのも難しいぐらいですよ、うん。はい、こんな感じになってますね。 まあ皆さんのお住まいの地区でもちょっとね進めばメガソーラーのパネルを見ることがあると思いますしあとね一戸建ての屋根についてる例もあるでしょだから人口が集中してるところ都市部とかにも太陽光ありますしじゃあ過疎地にはどうかって言ったら過疎地にもあるわけですよもう手に負えないですよねうんで今回ねこの図をざーっと見ていただいた上で 別の図も見ていただきたいんですよ。これなんてすごいですね。これ太陽光発電の場所ですよ。このピンクの色付けしてあるところ。ね。え、そしてもう一つの図を示したいと思います。これはですね、大東亜戦争当時、空襲を受けた地区をポイントしてある図なんですよね。このように、まあ、広島、長崎の、まあ、原子爆弾、 以外にも、通常の焼夷弾での空襲を受けた場所ってのはこれだけあるわけですよ。東京大空襲とかね、横浜大空襲とかね、名古屋大空襲、大阪大空襲、神戸大空襲、広島長崎原爆投下、沖縄も、まあ、漢方射撃がありました。まあ、そのようなね、形でこういうふうにね、空襲された地区が示されてますけども、えどうですかね、土地が使えなくなったり、 それからまあ景観が損なわれたりとかっていうことを考えるとメガソーラーを取り付けてもねもうそこは何の生き物も住めなくなるわけですよまるで空襲を受けたのと同じような効果なんですよねでこのように実際に空襲を受けたところよりももうメガソーラーの方がメガソーラーによってね土地が使えなくなっちゃった機能不全を起こしてるところの方が多いわけなんですよ まあそういうこと言うとね、今、私はね、思うんですけども、メガソーラーがこれほどまでに拡大したってのは、まさに空襲を受けたのと同じ状態じゃないかなと思うんですよ。都市部も屋根の上にメガソーラーついてるでしょまあでもそこは、住まいが壊されたりとか、既損されたりとかなんかのね、直接的な被害を受けたわけではないんで、まあそこまで空襲と比較するのはどうかなと思いますけども、でも、 地方で大規模な土地や山や景観が損なわれて生態系がぶち壊されて大して発電もしないソーラーパネルがね貼られているのを見るとなんか日本の情緒ある風景ももう見れなくなってきたのかなと男はつらいの寅さんが日本全国を旅してね嘆くんじゃないかなと思います私も嘆かわしいですうん 土地をお持ちの方はねそれぞれの事情があると思いますけどもまあこんなことになってしまったりとかね中には外国資本がその土地を買い付けて二束三文で買ってメガソーラーを引いて遠く離れた場所から利益を得るみたいな例もあるわけですからねいや本当にね罪深いですよこの日本の空襲を受けた状況とメガソーラーの状況は似てんじゃないかなとまあ、そんなエピソードでございました